さあ始まりましたしくじり学園放送室。こちらはしくじり学園の放送室からお送りしております校内放送でございます。毎回ゲストをお呼びいたしまして、はい、まあ、悩み相談だったりさまざまなテーマで我々アルコ&ピースの2人と語り合っていただこうと。なるほど。いうことでございます。終わったね。本当だいぶなんかこういうお悩み相談とかって、はい、本当に一流一級の人たちより俺らぐらいの人が一番いいんだよね。喋りやすいのかもしれないね。もしかしたらね、ちょうどいいぐらいで。俺ら素人会の中で一番売れてるからねさあということで早速ご紹介しましょう。今回のゲストこちらの方々です。よろしくお願いします。ナゴンです。ナゴンです。お願いします。お願いします。お願いします。出ました、太田プロの奇跡奇跡なんですか。奇跡売れましたね。売れましたね太田なのに。宮下草薙とナゴンぐらいしかもういないですからね。そのこの辺の世代がないよね。そっから下のさ、はい、こっからちょっとこいつら来るかもなっていうのは誰になってくるの。もう最近でもテレビはもしもしとか一緒になりました。もしもし知らないですか。もしもし分かんないね。男女トリオですよね。男女トリオ、女の子一人いる。ストレッチーズとかもうちょっとこぼれましたね。こぼれた。なんかこぼれました。グリーンピースの路線行ってるもんね。そうなんです。正統派っぽい感じのつまんない感じのね。はい残念ながらまあね。ちょっと改めてですけども今のこのナゴンのね、はい、なんかまあしくじりだったりあとはお悩みだったりとか、はい、あります。僕の悩みでいいですか。おべちゃん、僕本当まあそのキャラもないっていうのがまあもちろんなんですけど、そのコメントとか求められた時にそのうまく落とせないんですよ。続きがありそうな喋り方をしているのか、そのコメントとか自分がこうトークを話す時もうまく落ちなくてなんか変な感じになっちゃいますよね。知らないよ。なっちゃいますよ、ね、今の、いや今の感じ、ね、今のなんかこのなんかこうなんかあるんだろうなって思わせておいて何もないっていうのがすごいちゃんとした悩みだね。だからその、うん、本当に普通に話せば5秒で終わる話をこいつ3分ぐらい話すんで、ああ阿部ちゃんってすぐ分かるな。分かります。分かります、ね、今ここで落としちゃうとふわっとするなって思うから怖くて付け足していっちゃうでしょ。なんかそうですね。でもさ、はい、不思議とは今話終わったなって分かる人っているじゃん、はい、俺なんとなく見てんだけど、はい、最後の言葉を発するときに体くの字にぐねると、はい、あ終わったなってちょっと思うのよ。ああなるほど、まあ、分かりやすいかもしれないね。語尾をちょっと、はい、これ単純に少し声量を上げながらぐねると、はい、あ終わったなってちょっと思うよ体の形の問題だったのか。いやそうそうそう、やってみれば、うん、あ何でもいい、どうでもいい話でちょっとあいいですか今日の。僕ちょっと美術館とか行くのが最近趣味で、月1、まあ、月2ぐらいでちょこちょこ行ってるんですけど、その何を着てったらいいのかちょっと分かんなかったんですよ。なんか結構落ち着いたのがいいのか、その舐められちゃいけないと思って、なんかちょっと強めの格好をしていけばいいのか悩んだんですけど、まあ一発ちょっとかましてやろうと思って、結構そのビーズとかついてるキラキラのなんか結構そのジャケットみたいなの着てその行ったんですよ美術館で。思ったんですけど、美術館行く人ってあの僕のこと僕のこと見てないんですよね別に。あまあね、はい、なんで自分の最寄りの駅帰って、うん、歩いてたら、うん、なんかすれ違うごめん阿部ちゃんちょっとごめんすいませんちょっとごめんちょっとごめんね、はい、なんかめちゃくちゃオチが楽しみになっちゃうこんな笑うことあるでその最後あ最後ついて、うん、すれ違う女の人が僕の横を通り過ぎるときに、うん、ギンギラギンにさりげなくって言ったんですよなーにーになっちゃうなーにーって言っちゃうみゆきちゃんがなーにー言ってもらわないと思うそしたらやっちゃったなじゃないんだよ熱い熱い恥ずかしいでもね阿部ちゃんは徐々に見つかっていくタイプじゃん。あ尋常じゃないなってなんとなくサワサワっては伝わり始めてるから、うん、あそうです、ね、変だもんねやっぱ阿部ちゃんってマジで、ね、そんな変ってる変わってませんよ。パッと見地味だし、はい、なんか無個性なのかなって思うけど、はい、話する機会があったら、はい、あ異常者だなっていうのはやっぱり分かってくんのよ。はっきり分かるんですかそんな。うん、分かる分かる。でもその表現できない異常者じゃないですか。クズでもないしケチとかでもない。こいつを説明するとき
どうしようっていうのはすごい確かに内面世界だもんね。内面なんですよ。だからフランス映画なんだよね。あフランス映画そうだね、うん、お前らが感じろよっていうことでしょ、うん、阿部ちゃんやってることって、うん、あそうですね僕からはそうですねじゃないんだよ。そう僕からはその面白いこととかそのもろもろ提供できないんで、うん、なんかも見つけてください感じ取ってくださいっていうところは大いにありますね、うん、やだそうだよね、はい、あすすきさんは、はい、ねえすすきさんしいのかあんまり言われない順調なように見えますけど ね、まあ、悩みそのキャラクターしんどいなとかあんの。いやそのだから私テレビで出した時に、うん、こんにちはやさぐれてますよなんて言ってないのに、うんうんうん、向こうが勝手にやさぐれてる、うん、やさぐれてる、うん、言って、うん、で私がちょっと普通のことをというか、うん、その普通の発言とかすると、うん、本当はやさぐれてないじゃんって言われるじゃないですか挨拶しっかりしたりする挨拶そう挨拶そうですね挨拶がお野菜食ってるだけでえ野菜食べてんだよやさぐれてないじゃんとか好感度上がっちゃっていやいやいや野菜は食うでしょやさぐれってもと思うんですけど、はい、人が勝手に決めてきたキャラクターどこまで乗っかっていいのか問題ってあるよね。そうですよ ね、 そうだよね勝手に決められてるんですもん。俺もだから奥さん愛妻かって俺一言も言ったことないのよ。自分からないですね。ないのよ奥さんのこと女として好きなだけだからいい夫でもないし、はい、すごく生々しい世界観で愛し合ってるし生々しい世界観俺が今の奥さんと付き合ってる時になんか浮気バレちゃってすげえしっちゃかめっちゃかになった時にみたいな話になって、はい、またまたそんなことないくせに奥さん一本のくせにとか言われて全部打ち消されちゃったりするの。大変だよねそれはそれで、うん、俺だって昭和の芸人の側面見せたいよなるほどね。そっかそういう悩みはあるんですね。まあそうですねでも仕事自体はまあ順調なんで。そうだよね、はいうん、なんか阿部が見したいものある。そうですねちょっと、はい、どのタイミングで言うかちょっと悩んだんですけど僕が油絵を描いてるってそのそれこそ一回はい、おしゃべりしたじゃないですか。おしゃべり一緒の営業の楽屋でね、はいうん、おしゃべりして、うん、その写真を見せたじゃないですか、うん、こういう感じの描いてるんですよっていう、うんうんうんでその平子さんは割と好意的に受け止めてくれたんですけど、うん、俺が好きよそういうの。酒井さんだけなんかそのもうシンプルにお前下手だなみたいななんだよこの絵みたいなああこめちゃくちゃに言ってきたのを、ね、今日実際持ってきたんでその絵を完成した。完成はまだしてないですけどちょっと少し急いで完成させて持ってきたすいませんでもちょっと持ってきたんであちょっと見たい実際に見たらどう思うのかっていう。確かに、はい、見た見た、いきますよ。ちゃんとしたすげーな阿部ちゃん。じゃんでっかいラジオの前に人が立ってる、はい、これが僕なんですよ。僕がこれ阿部ちゃんなんだよね。これ僕です、はい、何これ放送部の勧誘のチラシじゃんこれそこのなんか丸のところは来たれって書くんでしょそこに勧誘のやつ勧誘のやつだそしたら勧誘じゃないです来たれは書かないです。でもどうですかそう実際に見て。いやーやっぱりシャバいね。シャバい、うん、なんか、はい、それっぽく書いてるけど別に大したことなさそうな感じがすごいするなんかだからこの周りのさ、うん、結構色使いが激しいじゃんか、はい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 、これってなんかを表現した腕のこの色彩なの。これはなんかいっぱい色使いたかったからです。あだからそこがさ、はい、少し抽象的な絵でも意味合いが結構あったりしてさ、はい、解説とか聞くとあなるほどなって思えるんだけど、はい、意味合いが多分ないところを酒井さん見抜いちゃってんだよね、うん、そこまで見抜いてたわけ。見抜いてる。安っぽいよすごい本当に安っぽいずらそうとかなんかこううまく描こうとか評価されたいみたいな、はい、邪念があるよこの絵には、はい、邪念うん思ったように描いてみろ一回自分の思うがまま筆を走らせて。そう、それした半分シュレッダーかけてみるか残酷すぎますよバンクシーだバンクシーのオークション。梅さん、よかったら一緒にお茶でも行かないですか。いや、ナンパ早えな意外とすすきが悪いんじゃねえかって。え、東大卒あるある、写真フォルダが空だらけ。東大卒は全員空が好きですもんね。安心感があるというか、見てて笑いやすいなとは思いましたねなんとかだねみたいな、なんかその